今日から使える簡単決闘データ、決闘データ備忘録。今回は阪神ジュベナイルフィリーズ上位人気が想定される馬についての考察を行っていきたいと思います。はい、ということで今回の阪神ジュベナイルフィリーズ、2歳の G1 なので当たり前なんですけども、各馬レース出走数が少ない状況ですので、過去の構想ラップを分析するだけではその馬のキャラクターだったり本質がなかなかつかみづらいので、ここは血統の要素も加えて、一頭一頭判断していきたいと思います。今回は某競馬サイトの想定オッズにて上位人気が想定される馬について取り上げていきたいと思っています。キャリアの少ない2歳馬ですので正直不確定要素がたくさんあるような考察にはなってしまうかなと思うんですけども、今回もラップと血統掛け合わせてしっかり人気馬について考察分析していきたいと思いますので最後までよろしくお願いいたします。はい、それではまず阪神ジュベナイルフィリーズのラップ傾向から見ていきます。過去4年のラップをグラフ化したものを表示させていただいていますけども、共通して言えるのは前半サンハロンがかなり速くなる傾向があるということですね。過去4年の前半サンハロンの平均タイムが34秒4ということで、まずは前半サンハロン34秒台前半の流れに対応できるスピード能力が求められるといった形になります。基本的には中盤ラップが緩む傾向があってそこから瞬発力勝負というのが、例年の傾向となっています。前半34秒台前半の流れに対応しながらですね、緩んだ中盤でしっかり 足を貯めて速い上がりが繰り出せる能力というのが、求められてくるかなといった形です。前半速い、流れをしっかり追走した上で決め手をしっかり繰り出せる馬、そんな馬を探していきたいと思います。そんな前半サンハロンが速くなる傾向がある、阪神ジュベナイルフィリーズなんですけども、そもそもそんなに速いラップを前半で刻んだレースを経験した馬というのは今回全くいない形となっています。例年そうなんですけども、今年の、ステップレースのラップを確認すると、ファンタジーステークスの前半34秒5というのが最速なんですけども、このレースは 1400m のレースなので、この結果は鵜呑みにできないといった形ですね。ここで確認しておきたいのは現時点で阪神ジュベナイルフィリーズのラップ傾向に対応する裏付けがある馬は全くいないということですね。過去の構想ラップからその片鱗を見せている馬を まずは探っていきたいかなというのと、血統面の考察としては完成の速いスピード血統を持っていてスピードへの対応への下地を持っている馬というのをピックアップしていきたいなと思っております。はい、それでは今回1番人気想定の馬から5番人気想定の馬5頭について取り上げて見ていきたいと思います。まずは1番人気想定のリバティアイランド、2番人気想定のラベルについて見ていきます。この2頭が前走ですね、直接対決をしたアルテミスステークスについて見ていきます。1着ラベル、2着リバティアイランドだったんですけども、個人的には、リバティアイランド1着ラベル2着の馬単にかなりの金額突っ込んでいましたので、ちょっと大絶叫ものだったんですけども、ラベルにつきましては、出負け気味のスタートから、後方待機で、直線だけで、全ての馬をぶっこ抜いた形ですので、明らかにこの決め手は今回も、上位になるのかなと思っています。血統的なところを見ても、お姉さんにナミュールがいる血統ですね。お父さんのキタサンブラックはどっちかというとスタミナだったりパワーに優れた種牡馬なのでちょっとスピードが求められるとどうかなというのはあるんですけども、母方の血統をたどると競泳マーチがいる血統なので、かなりスピードの裏付けのあるお母さん方の血統背景かなといった感じです。かなり強烈な決め手がありますし、血統からはですねスピードの裏付けもありそうですので、人気なんですけども今回ちょっと軽視はちょっと難しいかなと思っています。出遅れ、癖があるのでそこがどうかなといったところと、前半かなり速くなった時にどれだけ、ついていけるかというところはちょっと未知数なんですけども、血統的なスピード、ラップ的に見ても、かなり強烈な末脚を持っているので、軽視はちょっと危険かなといった感じです。そしてこのレースで2着に負けてしまったリバティアイランドなんですけども、内容的にはラベルよりもこちらの方が上だったかなと思っています。
好スタートを切って好意も、好意にも全然つけられそうな感じだったんですけども、まあ、あえて位置取り下げたような形でしたね。貯める競馬をしたかったのかなと、そんな感じだと思うんですけども、まあ、やろうと思えば多分先行できたのかなと思うので、まあ、そういった挙動は、今回、阪神ジュベナイルフィリーズに向けてはね、好感触かなといった感じですね。ラップが緩んだところで位置取りを下げてしまうといったちょっとちぐはぐな内容で、直線半ばまで前が壁だったのでちょっとかわいそうなレース、明らかな乗りへぐりだったかなと思うんですけども、まあ、ラベルをやり過ごしてから大外に進路を切り替えるような不利がありましたし、まあ、前が相手からの伸びはラベルを上回るものがあったかなと思いますので、今回内容的にはスムーズに走ればですね、リバティアイランドの方が、まあ、上なんじゃないかなという想定で現時点では見ています。はい、続きましては3番人気想定になっています、ウンブライルですね。このウンブライルにつきましては、新馬戦前走のモミジステークスともに 1400m のレースでしたので、今回 1600m 距離延長になるところが、まずは一つ、問題かなと思うんですけども、まあ、ただですね 1400m のレースともにですね、両レースともに上がり最速で突き抜けているところを見ると、まあ、1600m への距離延長は問題なさそうかなといったところですね、まあ、むしろ距離、1600m に伸びた方がより決め手が生かされるような感じかなといったところです。まあ、ラップ的なところを見ると11秒台が断続的に続く流れの中で、連続コースをしているというのは、今回の出走メンバーの中ではスピード能力の裏付け的にはもう明らかにトップクラスかなといった形です。まあ、切れる足も持っているので、まあ、この阪神ジュベナイルフィリーズでもしっかり上位評価が必要かなと思います。まあ、血統面でもお父さんロードカナロアで、お母さんは、阪神ジュベナイルフィリーズにも出走したラルケットですね。お兄さんにステルビオがいる血統なので、まあ、血統背景的にもスピードの裏付けはかなり濃くですね、まあ、ケチはつけられない感じかなといったところですね。まあ、頻繁ですしね、ちょっとこの、スピード色がつき、濃すぎている点は、まあ、1400がベストっぽい気もしないでもないんですけども、まあ、かなり強烈な決め手スピード能力持っている点はこの阪神ジュベナイルフィリーズに向けて、いい内容かなと思いますので、まあ、ラップ血統ともに上位評価が必要な馬かなと思います。人気ですが今回この馬、まあ、上位評価をする予定、の一頭と見ています。はい、続きましては4番人気想定となっています、ドゥーラについて見ていきます。このドゥーラについてはちょっと判断が難しい部分が正直あるんですけども、前走前々走ですね、札幌2歳ステークス未勝利戦と、まあ、連勝してるんですけども、まあ、そのどちらも、札幌芝 1800m のレースということで、まあ、この阪神ジュベナイルフィリーズにこのまま直結するようなレースではないかなといったところです。まあ、それだけにこの2戦だけではですね、まあ、適正の判断が難しいのが正直なところだと思うんですけども、まあ、ラップ的にはおそらくですね、この中距離でのロングスパート能力が高い馬かなといった形ですね。まあ、溜めて切れるというよりは長く良い足を使うタイプに思えるかなといったところです。まあ、それだけに高速ラップの中で溜めて切れる足を使うことを要求されるこの阪神ジュベナイルフィリーズにはちょっと向いたタイプの馬だとは言えないかなと思っています。まあ、ラップ分析的にはもうちょっと長い距離で見ていきたいかなといったところですが、まあ、血統的にはお父さんドゥラメンテ、まあ、ドゥラメンテはお母さん方のいいところをこう出すような、傾向のある種ボバなんですけども、まあ、ハージチキングヘイローということで一見ちょっとスタミナに優れた配合にも見えるんですけども、まあ、ただ去年の3着馬ウォーターナビレラもハージチキングヘイローでしたし、このドゥーラですね、まあ、近親に2013年の、函館2歳ステークスを制した、クリスマスがいる血統背景ですので、まあ、スピード能力の高い品系に、ヘイローの血を持っているということで、まあ、スピード血統と判断できないこともないんですけども、まあ、個人的にはラップ分析の観点とこのドゥラメンテキングヘイローというちょっと額面通りに受け取ってですね、まあ、今回阪神ジュベナイルフィリーズに向くタイプの馬ではなくて、もう少しスタミナが問われるレースで、楽しみな一頭かなと思っています。今回ちょっと思い切ってこの馬については軽視をする予定となっています。
はい、続きましては5番人気想定になっていますモリアーナについて見ていきます。このモリアーナについては新馬戦の内容と前走のコスモス賞の内容をちょっと一つずつ見ていきたいなと思うんですけども、まずは新馬戦ですね。ご覧いただいてます通り、前半めちゃくちゃ緩いスローペースのレースで究極の瞬発力勝負上がり勝負になったような形ですね。そんな中で上がり3波の33秒0を記録して、まあ差し切ったという内容はかなり高い瞬発力決め手を見せたかなと思っています。まあ、エピファネイア3区ならではの強烈な吸い足だったかなと思うんですけども、そんな馬がですね、急にコスモス賞札幌にちょっと転戦してきまして、まあ、あの東京の 1600m で、上がり33秒0でぶっちぎるような馬が、札幌の中距離でちょっとどうなのかなって心配してたんですけども、まあ、このレースも強い内容で1着でしたね。まあ、内容的には、新馬戦の内容とは全く異なるレースで、まあ、あのラップの浮き沈みが、少ないような一貫ラップに近いようなレースだったんですけども、まあ、そんな中でしっかりとした持続力を見せて勝利ということで、まあ、あのほとんど真逆に近いような適性を求められるレースで2連勝している形ですね。まあ、ただですね、ラップ分析の観点から言えば、両方とも若干後傾ラップの、レースでしたので、まあ、あの今回もですね、前半が緩くて後半で、しっかりとしたスピードが求められるレースになれば相当な実力は秘めていそうですが、まあ、今のところですね、ラップ的にはちょっと前半のスピードに対応する能力というのは裏付けは全くない形となっています。まあ、ただですね、血統的なところを見るとお父さんエピファネイアは、この阪神、芝 1600m で抜群の成績を誇るシュボバーですし、母父大和メジャー、母父、グランドロッチといった、まあ、団地比系の馬なんですけども、まあ、かなりスピードに優れた血統背景を持っています。まあ、血統のみを見ればですね、ほぼ100点に近いような馬かなと思いますので、まあ、血統優先で見ればここまでの2連勝は、むしろ、適正外での連勝とも判断できるので、スピードが問われる今回でむしろその才能が大爆発する可能性も秘めていると思っています。ラップ的にはちょっとその裏付けが全くないので、判断が難しいところなんですけども、まあ、ここまでのラップ実績と血統どちらを優先するかで、まあ、最後までちょっと悩みそうな一頭かなと思います。まあ、個人的には、実力はかなりのものを持っていそうですので、まあ、上位評価の予定なんですけども、ラップを、重視して、まあ、3番手評価4番手評価にとどめるか、血統を重視してですね、まあ、本命候補とするか、ちょっと最後までこの馬については悩ませていただければと思います。はい、以上阪神ジュベナイルフィリーズ、某競馬サイトの想定オーツで1番人気から5番人気想定となっている馬について分析をしてきました。正直いずれもですね、どっちつかずなコメントばかりで申し訳ないなと思っています。まあ、レース前日までしっかりと煮詰めて最終判断をしたいと思っています。もちろんですね、今回取り上げなかった馬の中にも面白い馬というのを発見していますので、最終予想レース前日にまた公開しますので、ぜひチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録していただきまして、最終予想の動画を楽しみにお待ちいただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。阪神ジュベナイルフィリーズ最終予想の動画をまたお楽しみにしていただければと思います。今回取り上げなかった馬の中にも面白い馬いますので、そちらの馬も含めてですね、しっかりご紹介していければと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、それでは最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。